函館山テレビ FM 放送所は、北海道函館市の函館山山頂にある、都道総合振興局、日山振興局管内のテレビジョン放送及び FM ラジオ放送の機関送信所である。放送エリア歴史外ブリンク放送エリア、歴史試験電波は、道内機関送信所の中では、最も早く2007年7月30日から発射された。 地上デジタル放送については、札幌放送局を親局とする同一の放送系統の範疇における中継局として扱われるため、民放全社コールサインがつかない。NHK 函館放送局のデジタルテレビ放送は、コールサインがあるため、函館山送信所は、函館放送局の親局となっている。HBC と STV の出展は、 青森放送25年史443から446ページの年表から FM いる課会社概要 ABCD 形態端末向けマルチメディア放送局の予備免許箱館エリアで7月放送開始予定総務省北海道総合通信局テレビと呼ぶには面白すぎるの TV4 年長で サービス終了は IT メディア2016年6月30日2020年5月24日閲覧放送大学学園の使用していた周波数及び部位イ帯域の現状総務省2020年5月24日閲覧ニュース函館送信所の試験電波発射ジャパンモバイルキャスティング2014年5月13日掲載 AB ニュース モバキャスサービス函館局の開局アーカイブド2014年7月29日アットザウェイバックマシンジャパンモバイルキャスティング2014年7月14日掲載ありがとうございます